まして、はい、松井学さん、みよみさんですね、はいはいはい、松井湊くん誕生記念、平成30年3月28日生まれ、湊、元気に生まれてくれてありがとう、はい、じいじいばあばになることがこんなに嬉しいとは思いませんでした、はい、元気にすくすく育ちますように願っています。じいじばあばよりおめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ。みなとくんおめでとう。おめでとうございます。続きまして、はい、どんどん行きましょう。肥後光弘さん、豊美さん、はい、肥後宗介誕生祝いです。はい、今年1月15日肥後家に4人目の孫宗介が誕生しました。まんまるで愛嬌のいい男の子宗介、宗介の愛らしい笑顔にじいじとばあばは癒されています。はい、宗介の兄ちゃん昴生、うん、お姉ちゃんニーナ、肥後家の孫たち3兄弟が明るく元気にたくましく育ってくれることを願っています。メモリアラダリス、どうぞ。元田信明さん、川子さん、千春、ゆずき、大阪よりようこそ、はい、お帰りなさい。春馬、城、謙信たちと仲良くいっぱい遊んで楽しい思い出をたくさん作ってね、はい、鹿児島、大阪、宇検の孫9名が元気にすくすく暮らしますように、じいちゃん、ばあちゃんより。どうぞ。さあ、以上がメモリアル花火でしたが、これが水中花火でしょうか。はい、そうですね。すごいですね。うわ、こんな間近ですごいですよ。迫力が違います。
人がですね、衝撃としてここに伝わってきますよね。近い。いやー、皆様の悲鳴が上がっておりますね、悲鳴が。さあ、焼け打ちどんど祭りも第40回を迎え、はい、締めの年ですから、はい、去年が、宇検村村政志向が100周年ということで、また節目の年で、で今年もまた節目ということでですね、どんど祭りが第40回ですよ。40回もやってるんですよね。いやー、先輩ですよ、大先輩ですからね。いやー、この40回という記念すべき日に、このような体制のもと、夜空をたくさんの花火が彩っているということでございますね。あまりいいことを言おうと思っても出てこないので。ゲストは、これを、どんど祭りをはじめとして、はい、各集落の方面祭が始まっていきます、うん、はい、あ、そうですよ ね夏はまだまだこれから。そうですよね、はい、あの手の祭りということで頑張っていきたいですね。ただいま焼け打ち湾の夜空を美しく彩っておられます花火は、株式会社太陽花火さんによって打ち上げられています。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。であれば、あの花火の司会といえば、辰島清美さんがされているんですが、今回はですね、私たち2人ということで、あの先輩のように感動的なことがちょっと浮かばないのでね、あの今年は趣向を変えて花火を楽しんで、そうですね、あの花火に集中してもらおうということで、私たちの話はさておき、はい、花火をしっかり、花火を楽しめということですね、はい、続き花火続いていきますので、花火を楽しんでもらえたらと思います。いつの日かあの先輩のように、あ、そうですね、いつかは、はい、いつかまたあのベラベラ慣れてきたらベラベラベラ喋りたいと思います。
花火というものはですね、はい、一つとして同じ花火はないんですよね。その時 の花火の状態とかですね、打ち上げた時とかも違いますし、またそのこういったの雰囲気もね、その場限りでございますからね。すごい勉強してきましたよ。花火の司会のために、はい、今あなたの隣には誰がいるでしょうか。家族でしょうか、恋人でしょうか、それともビールでしょうか。仕事仲間の方もいらっしゃるかもしれませんね。私すみませんね、周平さん。いやもうちなみに私の横には中田美雪姉がニコニコして、一緒にマイクを握っております。周辺に彼女ができて一緒に花火が見れますように。見れますように。花火が上がりました。あ、上がりましたね。はい。こうやって花火が打ち上がって音が鳴りますが、これがまた焼き打ち湾が囲むようになってまして、山々がに反動して反響して音が返ってくるんですよね。この花火の音を独特のということですね。この反響した音に怯えてですね、山に潜むイノシシたちがですね、逃げていくってことです。どんと祭りの時は獅子は逃げると。しょうもない建築でした。しょうもない。
しながら投げてあの僕は一つ好きな花火の種類というかありまして、あんまり興味ないけど聞いてみましょうか。花火が上がった後に遅れて音が飛んできますよね。バラバラバラ音がバラバラバラってくる花火がすごい、もう参考にしておきます。気持ちいいんですよ。来ますか、周平好みの花火は。まだ、はい、私好みの花火が来ますか。これ来ませんね。バラバラっていう花火が大好きなんですが来ませんね。あ、違いますね。いや大変美しいですけどね。バラバラっていう花火が好きっていうだけで、もちろん花火大好きな大好きっ子ですから私は。この花火が好きですかっていう質問初めてされました、ね、あ、本当ですか。でも連続で綺麗ですね。綺麗ですよね。これ連続する花火も私も大好きなんですけどね。連続する花火は。この花火を見て皆さんビールが進んでいますかね。いや進むでしょう。これは露店がたくさんありますので、はい、最後の最後まで楽しんでほしいですね。ビール、食べ物、はい、購入されてください。はい、お願いします。
JTB の当てられたラッキーな幸運な方がいらっしゃいましたが、うちのおとんでした。おとん、おめでとう。おとん、おとん、ゆきねのお父さんですか。京都から来た甲斐がありました。あ、このお祭りのためにいらっしゃって。そうか、違う、町のためではありません。京都から来た甲斐がありました。すごいですね。ありがとうございます。あ、これです、これです、私の好きな花火。これバラバラバラ、これが中央の花火なんですよ。バラバラバラって音がすごい耳に気持ちがいいですよね。ビールが進みます。で、この花火が好きな方、周辺でぜひお友達になってもらえたら。あ、よろしくお願いします。花火の美しさについて語り合いましょう。まずはお友達からです。そうですね、来年は一緒に花火見ようと思います。はい、お待ちしております。大募集中ですので。この廃れ型の花火もすごい綺麗ですよね。廃れ型、廃れ型っていうんです。いや、うわー、終わっ、これ廃れ型っていうの、私が今名付けましたけど、初めて。はい、あー、これ綺麗ですね。綺麗ですね。主演が言うに、はい、廃れ型の花火でございます。記念する花火大会、水中花火の旅に決めたです。すごいですね。水中花火がですね、今日はもう波が少ないですから、すごいですね。迫力がすごい。
みますね。いや進行役の私たちが食べるのを忘れてしまうすみません僕とお席で見させていただいて、はい、見る形に見ております。すごかったですね。